クレメンス・クラウス、クレメンス・ハインリヒ・クラウス、クレメンズ・ハインリヒ・クラウス、1893年3月31日から1954年5月16日は、オーストリアの指揮者。ウィーン宮廷歌劇場、後のウィーン国立歌劇場のソロバレリーナで、当時まだ17歳にもならないクレメンティーネ・クラウスの私生児として、ウィーンで生まれたクラウスは、 外交官だった祖父の下で育った。クラウスの養子から、父親は、ハプスブルク家の人物ではないかという噂が絶えず、バルタッチ公爵、ルドルフ皇太子と侵入したマリー・ベッツェラのおじで、当時代のプレイボーイ、ヨハン・ザルバトール大公、あるいは皇帝フランツ・ヨーゼフ一世などと言われている。十歳で、ウィーン少年合唱団に入団し、その後、ウィーン音楽院で作曲家。 リヒャルト・ホイベルガーに学ぶ。リガ、ニュルンベルク、シュテッティン、グラーツ、フランクフルトなど、各地の歌劇場で研鑽を積んだ後、1929年に、フランツ・シャルクの公認として、ウィーン国立歌劇場の音楽監督に、また翌年、ビィルヘルムフルト・ベングラーの公認として、ウィンフィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任するクラウスが辞任後、 ウィーンフィルは常任指揮者制そのものを廃止し、現在も常任指揮者制度はない。クラウスはまさに、ウィーンを焼中に収めたかに見えたが、折しも1928年に始まった、世界恐慌で演奏会やオペラへの客足が鈍り、ウィーンフィルの演奏会のチケットなど学院が内輪で、裁かねならないほどだった。またクラウスは、当時前営的だった作品をプログラムに盛んに取り上げたため、 各方面から強い反発を受けた1934年に国立歌劇場を失脚して、ィーンを離れた後、1935年にナチスと衝突して辞任したエイリヒクライバーの後任として、ベルリン国立歌劇場の音楽監督に就任する。また、1937年には、ナチスによって辞任に追いやられたハンスクナッパーツブッシュの後任として、 バイエルン国立歌劇場の音楽監督に就任する。1941年からはやはりナチスにより、ザルツブルク音楽祭の総監督に任命されている。これが災いし、戦後は1952年まで音楽祭から締め出されてしまう。この戦前、戦中のナチスとの協力関係が後に示談されることになるが、クラウスはフルトベングラー同様に最後までナチス党員ではなく、 ナチスのもとで養殖につく一方、ナチスの手からユダヤ人音楽家を少なからず救ったとも言われている。戦後クラウスは彼自身のナチスに対する日和りみ的な態度を強く恥じ、反省したという。第二次世界大戦終結直前の1944年、空襲が激しくなったウィーンに戻って、ウィーンフィルと行動を共にする。1945年。 ソ連軍がウィーンを目前に迫った4月2日に、ウィーンフィルと戦中最後演奏会を行う曲目は、ブラームスのドイツレクイエム。そしてソ連軍によるウィーン占領直後、オーストリア独立宣言の日、4月27日には解放記念コンサートでウィーンフィルを指揮する曲目は、ベートーベンのレオノーレ序曲第3番、シューベルトの未完成交響曲。 チャイコフスキーの公共局第5番。その後、ナチスに協力したという容疑で、連合軍により演奏活動の停止を命ぜられたが、1947年に、日な地下裁判において、無罪となり、活動を再開した。1954年に亡くなるまでウィーンを中心に、ヨーロッパや中南米で活動した。戦後の活動で注目に値するのは、1952年の、 ザルツブルク音楽祭において、リヒャルト・シュトラウスの、ダナイの愛の初演を行ったこと、1944年に、すでに作曲家自身の前でゲネプロまで行った、ナチスの指示により公演中止となった、及び1953年に、バイロイト音楽祭で、ワーグナーの楽劇、ニーベルングの指輪、パルジファルを指揮して、大成功を収めたことである。バイロイト出演は、 ビーラントアーグナーが音楽祭再開後に推し進めた、いわゆるシンバイロイト様式に、クナッパーツブッシュが抗議して、出演をキャンセルしたことに伴い実現した、ビーンとは翌年以降もクラウスに任せるつもりだったが、クラウスの死により急遽クナッパーツブッシュと和解して、呼び戻した。戦前の華麗な経歴とは、対照的に、戦後は、 特に重要なポストに就くことはなかったが、喫水の劇場人であるクラウスは、母がバレリーナだったため、生まれずして舞台に立っていたと自らを語った。1955年に再建予定のウィーン国立歌劇場の音楽監督への復職を絶望しており、そのために、ライバルのエイリヒクライバーに対する妨害工作を行ったと言われている。ちなみにクライバー後に、ベルリン国立歌劇場に復帰する。 しかし最終的に、時の文部大臣の指示により、カール・ベームが次期監督に決定し、このショックがクラウスの死を早めたと言われている。決定の直後に、失意のクラウスは、メキシコへ演奏旅行に出かけ、演奏会直後に、心臓発作のため救世した。最後の演奏会の曲目は、ハイドンの公共曲第88番、クラウスはこの曲を得意としてよく取り上げた。 デュカスの公共誌、魔法使いの弟子、ブラームスのピアノ競奏曲、第2番、ベートーベンのレオノーレ序曲第3番であった。クラウスはメキシコには行きたくなかったので、わざと主催者側に高額の報酬を要求したが、その要求が受け入れられてしまったため行かざるを得なく、なったと言われている。ウィーンの市民は皆悲しんで、クラウスのために反旗を掲げたと伝えられる。 クラウスの演奏スタイルは細部まで極めて緻密に仕上げられ、かつ早めのしなやかなテンポによる緊張感にあふれたものである。モーツァルトのオペラ、リハルト・シュトラウスの公共詩やオペラ、例えばバラノキシ、サロメ、アラベラなど、ヨハン・シュトラウス二世のワルツ・ポルカなどにその特色が見せ、クラウスがウィーンで非常な人気を誇った。クラウスのぶりは、リヒャルト・シュトラウスと、 同様、非常に無駄のない小さい身振りで、オーケストラから最大限の能力を引き出すという、ものだった。クラウスに指示したオトマールスウィートナーによれば、当時の指揮者で、バトンテクニックに優れていたのは、クラウスとハンスクナッパーツブッシュであったという。また、芸術に対する厳しい姿勢もあり、ハンスホッターは、舞台上演の後に練習をすることもあったと、語っている。 ウィーン生まれの指揮者で大成した存在は意外に少なく戦後まで活躍した中で世界的大指揮者の域に達したのは現在もなおクラウスとエイリヒクライバーしかいない。クライバーはウィーンに居住したことのない息子のカルロスはもちろんのことむしろウィーン的伝統とは距離を置いた革新派と見られていたこともあり強い個性の中にもウィーンの香りを忘れなかったクラウスの名は 最後のウィーンの巨匠として今なお階級と意見を込めて語られ続けている。クラウスのレパートリーは非常に広範であるが、主に次の3つに対別することができる。すなわちモーツァルト、ハイドンなどのウィーン古典派、自身と縁の深いリヒャルト・シトラウス、そしてベルク、シェーンベルク、ストラビンスキー、オネゲル、ラベル、プロコフィエフといった近現代の作曲家による音楽で、 特に、クラウスとニヒャルとシュトラウスは、非常に緊密な関係を保ち、アラベラ、平和の日、ダナイの愛などの初演を任された。シュトラウス最後のオペラである、カプリッチョのリブレットはクラウスによって書かれ、初演も彼の手に委ねられた。なお、クラウスの妻ビオリカウルスレアクは、アラベラの初演でイトルロールを歌うなど、夫婦揃って、シュトラウス後期の舞台作品を支えたと言ってよい。 また、戦前から近現代の作曲家の紹介に非常に積極的だったが、ウィーン国立歌劇場監督時代に、ベルクのボチックなどの意欲的なレパートリーが保守的な聴衆に歓迎されず、彼の人気を縮めさせる要因になった。ベルリンを拠点に活動していた晩年のレハールに、初のウィーン国立歌劇場初演作品、ジュディッタ最後の作品となったを移植したこともある。 オペラという名目になっているが、ミュージカルに近いオペレッタであり、原則オペレッタを上演しない、メリー・ウィドー・でソラ1990年代まで取り上げなかった同劇場としては異例であった。クラウスは同時代の指揮者たちに比べて録音が非常に少ないが、代表的な演奏は以下の通りである。特に、スタジオ録音は両子トラウスに変しており、ベートーベンの少なさなどは、 ドイツ県出身の指揮者としては際立っている。そのためか、ウィーン、ベルリン、ミュンヘンとドイツ県の三大歌劇場の総監督をすべて歴任し、ウィーンフィル最後の常任でもあった指揮者ながら、日本ではこれに見合った位置づけがほとんど行われていない。例えば古今の指揮者500人を5つのランクに分けて、紹介した音楽の友者の向く、指揮者とオーケストラ2002では第5ランクだった。 ちなみに、同様に録音の少ないドイツ系の個人でクラウスほど、大型ポストを歴任することがなかったヨーゼフ・クリップス、フェルディナント・ライトナーラが第四ランクである。電気や研究所の翻訳、出版もこれまで一冊も行われていない。その一方で、高崎康夫は、コウモリ全曲版に対し、数度目の再発売であるにもかかわらず、オペラというものが、これほどまでに、 甘美な閲楽を生み出す芸術であったのかと信じがたい思いなどと激烈な惨事を書いている。宇の広報なども一見淡々とした中に深いニュアンスや香りを込めるスタイルが彼の美意識と一致することもあり、クラウスの録音への絶賛が多い。クラウスはウィーンフィルハーモニー還元楽団と最も関わりの深い指揮者の一人であるが、ウィーンフィルが楽友協会大ホールで 毎年1月1日に行う、世界的に有名なニューイヤーコンサート、ノイアースコンタサートを1939年に始めたのはクラウスである、ただし当初は12月31日に行われ、1941年から1月1日にも開催されるようになった。ニューイヤーコンサートのプログラムは、主にシュトラウス一家の陽気で美しいワルツやポルカで構成されており、 12月30日、公開総練習と12月31日、ジルベスターコンサートも同様のプグラムが繰り返される。クラウスが最後に指揮した1954年1月1日の演奏はライブ録音、オーパス像レーベルで CD 化として残されている。クラウスが突然この世を去った後、ウィーンフィルのコンサートマスターであるビリー・ボスコフスキーに指揮が委ねられたが、 マゼール時代を経て、輪番制となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。